最初にですね、隊員の紹介をさせていただきたいと思います。男性隊員の方がですね、土屋隊員です。女性隊員の方が倉光隊員です。普段はですね、我々三河地区のですね、交通安全の啓発活動、取り締まり活動、担当しております。そうですね、模範走行ということで、10分程度、普段の白バイの、訓練風景をですね見ていただきたいと思います。さっきリハーサルやってた時に結構お客さん見えてたので、分かっちゃってる方はですね、初めて見たみたいですね、うまく技が決まったら拍手などしていただけるとありがたいなと思いますので、よろしくお願いをします。ったですかね。最初にお話ししたんですけれども、街中でですね、皆さん安全意識の高い方ばかりだと思いますので、安全に走っていただいていると思うんですけども、街で見かけでね、ちょっと速度が速かったかなとかですね、ちょっとはみ出しちゃいけないとこはみ出しちゃったかなっていう際にですね、今の技術をもってしてですね、安全に追いつかせていただいて、声をかけさせていただくことがあるかもしれませんので、その際はですね、警察活動にご理解いただきたいなと思います。声をかけさせていただくことはない。じゃあよろしくお願いします。頑張りましたので。道路でこういう風になったらどういうことが起こるかをですね、リアルに想像していただけたらいいかなと思います。もう一度だけやっていただきます。最後一回だけやりますので、いろいろ考えながら見ていただくといいかなと思います。じゃあお願いします。スピード出そう。今まであんなスピードは見たことない。あ、今度はゆっくりだぞ。はい、ありがとうございました。動画撮っていただいてる方の、そういうふうになるとちょっと誤解を生まれるのでよろしくお願いします。